まあ、もともと、ね、非常に規律の取れた、ね、堅実なサッカーを、ね、していた中で、まあ、そういった攻撃にアクセントを加えられる選手が、ね、加入してフィットしてきたことで、新潟のキックオフで前半がスタートです。左にエンドを取るのはホームのファジアーノ岡山、画面左から右に攻めます。右から左に攻めるのがアウェーのアルビレックス新潟です。今日の試合初めてのコーナーキック、キッカー14アシスト高木義明。さあ島袋が入ってきましたけど、ヘディングシュート、ナイスキーパー、中サイドネットです。早川ですかね、まあ、この辺りは有馬健二監督も試合前に話をしていた、相手の嫌がることをやっていこうという、裏への抜け出し、さあ上条にボールが出たか、さあ右サイド、さあ山本から上条、崩して先制点はファジアーノ岡山、決めました上条佐々木、今シーズン11ゴール目。カウンターから流れるようなパスワーク、決め切って岡山先制です。奪ってからこのボールがね、縦パス入ったことで、この瞬間のね、上条選手の走り出しが良くて、多分早川選手、上条選手に通らなかったので一瞬安心したんですね、まあ、そこを見逃さずに、まあ、そのまま上条選手中に走り続けて、このここもダイレクトっていうのが効きましたね。そうですね、まあ、ワンコントロールしてれば中がね、準備できてたと思うんですけれども、はい、高見パス、高木義明仕掛けていく、もう一度下げていきます。入れてきた谷口、いや惜しいシーンでした。面白いボール入れましたね、まあ、低いボールを入れることで相手ディフェンス、ね、あの処理する時間がないようなボール入れましたし、はい、まあ、シュートでも、まあ、一方の新潟もこうしてつないでいきながらもいい縦パスが入りました。高木義明から右、水戸俊介入ってきた、左足グッター、谷口海斗左の込みを使う、高木義明に入る、前は向かせないが谷口が来た、谷口シュート、決め切りました同点。最後ドリブルこらえて決め切ったのは谷口海斗です。今シーズン13ゴール目、まあ、まずここいいボール入りましたよね、はい、この後、まあ、少し当たったところを中に、まあ、ここでかなと思いましたけれど、そうでしたね、あとは最終的にファーじゃなくね、はい、ニアに打ったっていうところで梅田選手もね、ちょっと、まあ、ディフェンスがそっちにいたので、まあ、重心がファーサイドに偏ってたところで、まあ、でも谷口選手のね、はい、見事なシュートでしたね。ここで試合終了の笛、1対1引き分け。